どうもー。はい、2018年6月28日、21時58分になります。では、トップバズの収益、どうなったんでしょうか。昨日ですね、7万ぐらい超えてましたけど、ドゥ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 、ちょっと、やってみましょう。はい。ちょ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 ん。ちょ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 ん。でで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 9.9万円でございます。はい。展示回数323万回。クリック数55万。収益9.9万ということで、2日連続ですね、1日の収益が2万を超えてました。はい。もう、あと1000円あれば10万超えたんですけど、まあまあ、悪くはないですね。で、まあ僕トップバズこれ始めて、まあこれ8本目ですけど、動画撮ってんの。トップバズも、結論から言うと過去動画もちょっと再生されますね。今僕が1個バズってるの、めっちゃバズってるのがあるんですけど、それが60万回以上、65万回ぐらい回ってるんですけど、ずっとそのデータを見てるんですけど、そのバズった動画、常にずっと伸び続けてるんですね。で、シェアも伸びてるんで、だからまあ、結論トップバズも、まあ YouTube ほどではないと思うんですけども、その過去動画から収益は上がってくるというところが、まあ分かってきたんで、まあストックコンテンツ、ストックメディアにはなり、まあまあ、過去の動画から収益が上がってる以上、ストックメディアの一つとして認識してもいいんじゃないかなっていうことが分かりました。で、過去の動画から1円も上がってなかったら、まあ、ストックメディアではないと思うんですけど、まあ、その過去の動画、その最初バズったのが30万回ぐらいの再生でバズったんですけど、その後結局2倍ぐらいまたずっと回り続けて、今65万ぐらいまでいってるんですよね。で、その投稿してから、その動画を投稿してからもう5日ぐらい経ったのかな。だからずっと伸び続けてます。はい。なんで、まあこれからもちょっと検証データ見て続けて、まあやっていきたいと思います。はい、終わります。